皆さん、新年明けましておめでとうございます。立憲民主党代表の泉健太です。この元旦、私は日中は皇居の新年祝賀の儀に参列をさせていただく予定です。初詣の皆さん、そして新年を迎えられた皆さん、ぜひお体に気をつけて、また素晴らしい一年にしていただきたいと思います。今年はうさぎ年ということで、このうさぎの絵も用意させていただきました。さあ、私もやはり一年の計は元旦にありということで、書を挑戦したいと思います。では早速います。今年の自分なりの一字。名前も書きましょうかね。はい、はじめとも読みます。これはですね、やっぱり元旦、この初心を大事にして頑張っていきたいということ、そして何事も一から進めていきたいということ、そして実は立憲民主党も一皮むけたい、そのために全力で僕自身もあがき、また懸命に行動していきたいと思います。一皮むけるぞ。